おはようございます。よいしょよいしょ。おはよう。はい、私にとっての朝です。暑い。今日はメイクをしていきます。あ、先にパン食べようかな。半分ぐらいパン食べます。いただきます。おいしい。ごちそうさま。まずはこれ。お、え、今日嘘みたいに肌の調子がいい。なんでだろう。ん、ね、いっぱい寝たからかな。お花ありがとうございます。え、でもさ、いつもよりさ 2、3時間ぐらい多いさ睡眠なだけで、そんな肌質まで変わってしまうものなの？なんで？お花ありがとう。ん？プラス 3、4時間の睡眠で何？毛穴まで変わるんですか？クマ待ってた、ありがとう。睡眠すごい。で、寝てるだけなんだけど。大事なんだ。まあ、髪の毛はメイクさんにしていただくので、顔だけちょっと外に出れる仕様にしたいと思います。今日、昨日の夜は鍋、あとご飯はイチゴを食べました。ネイルも行きました。最近なんか4人で食べたんですけど、お父さんがお酒を飲むからご飯食べなくて、お母さんも妹もお酒飲むから白ご飯食べなくて、なんか3人が飲んで私がいる日は私のために白ご飯を炊いてもらうっていう感じなんですよ。で、大体それ1合炊いてもらうんですけど、もう全部食べきっちゃう。お花ありがとうございます。そうなの、大盛りおかわりする。そうそう、私の家族はお酒飲む日は白ご飯主食食べないんですよ、基本。私はお酒飲まないからその感覚すら分かんないんだけど。そうなんです。今日の MC で言おうかな。最近いちご食べてるなんて。成長期だよね。もうそれって私成長期なのかな。そうなんですよ、白米はね。
よいしょ。うん、私本当に自分でも驚いてます食べすぎまあ今だから許されますよね、この運動量だから。もうさ、運動していなかったら私はどうなっていることか。クマ、え、クマ、何、オオカミ、ありがとうありがとうございます。運動しているからこそ、劇場公演とか今ねレッスンがあるからね、セーフだけど、これ運動してなかったら本当に私大変な大変な体型になってたと思うねみんな。で最近、え、最近の悩み言っていいですかここでちょっと顔も出さないまま、昨日の夜悩んでたことなんだけど、悩み聞いてくれる？どんなカバンを買えばいいか。なんかっていうのも、今まで、あ、トートバッグとかは結構いっぱい持ってて、それはなんだろう、荷物が多い時、メイク道具とか結構いっぱい詰め込んだり、アイロンとか持っていきたい日はなんかそう大きめのカバンはあるんですけど、なんか友達とちょこっとランチみたいな、そういう時に持っていくカバンがあるんですけどあるんですけど、3年ぐらい前にもう買ったものとか、まあ、今使ってるそのちっちゃい系が2つあって、3年前に買ったものと、あ、それも3年4年くらい前に買ったものなわけなんですよ。しかもなんか衝動買いしたもので結構自分でね、大事に大事に大事に使ってきたっていう自信があって、だからなんかそろそろ新しいカバンに進んでもいいんじゃないかなって。もう24歳だし、なんか年相応のカバンを持たないといけないと思って。え、何、詰め合わせ、お元気ありがとう、元気になりました。うん、そうなんですよ。え、そろそろちょっとでも使命感で、もう新しいバッグに行かないといけないんじゃないかなって。で、私がその買ったなんかちっちゃい持ち運び軽々のカバンはもうね、どこで買ったかも覚えてないけれども、まあイオンとか結構身近なお店で買ったんですよ。全然高くなくてプチプラめなカバンをね。いや、でも御年24歳だからさ、もう二十歳ちょっとの時に買ったものじゃなくて、新しくもう買うべきなんじゃないかと、もうその時が来たんじゃないかと思ったんですでも何を買っていいか本当に分からなくて、あの なんていうの、こう有名なさブランドとかも昨日いっぱい探したんですけど、え、なんかこれも私がこれ持ってたら、あれ、いや、これ20代前半のブランドなんじゃないかとか、え、これ
40代のブランドなんじゃないかとか、なんかいっぱい考えちゃって、こう結局自分に合ったものが見つからなくて悩んでて、でもなんか私がこれ欲しいってなってない時点で、もしかしたらその時が来てないだけなのかなっていう悩みもあります。待ってたよ、ありがとう。そう、その時が来たらさ、どうしても何が何でもこれ欲しいみたいになるじゃないですか。でもなってないってことはん?みたいな。ただ漠然となんかそろそろカバンを変えないといけないみたいな悩みがあって、どうしたらいいんだろうって思いましたね。どうなんですかね、ちょっと同世代のさ友達と最近全然会ってないから、何が今流行りのブランドというか、何流行ってる形とか全然わかんない。どうなんだろう。でマリナさんに相談しようと思ったんですよ。でもなんかさ、それマリナさんに相談するってさ、なんか私がさ、マリナさんマリナさんから何か欲しいって思われたらどうしようって思ってオオカミだるまありがとう。そう、なんかせびってるじゃないけど、いや勘違いされそうって思って、いやそうじゃなくて自分で買いたいんですよ。だから悩んでる。はあ、どうなんだろうね。それが悩みですね。高級すぎませんか、そのおねだり。やばい後輩だよ。それは。よし。ベースメイクできた。今の靴はね、何履いていますっけ、なんだろう。あーなんか私なんかあんまりぺったんこの靴は、あ、靴じゃないかカバンか靴かと思っちゃった、ごめんなさい。今のカバンはだからその3年ぐらい前に買ったカバン、ごめんなさい、靴の情報はいらなかったですね。よーし、よいしょよいしょ。これさ、靴はあのなるべくぺたんこのものを履かないっていうだけです。すいません、全然いらない情報。カバンの話でしたね。なんかちょっとでもヒールあるものとか、スニーカーでも、まあ、サンダルブーツとかでも、ちょっとでも1センチでもなんかヒール高いもの
欲しいものの中でヒールが高いものとしてとを選んでます。背高くなりたいから。よし、でまあカバンに悩んでると。170ぐらいに、あ、なるかもしれないです。あ、もう167センチとか細かいけど、もう170ちょっと手前ぐらい。なんかこの前まで逆にペタンコの靴が好きだったんですよ。でもなんか今は背が高くなりたいモードなの。好みは変わるよね。よいしょ。よーし、もうちょっとで準備が整いそうだ。そういえば10月になりましたね。10月の目標は多分一気に寒くなると思うので、中旬には、まあ、体調を崩さないこと、睡眠をよくとることですかね。で体調を壊さないようにする。はい、それだな。うん、いっぱい塗って、そう、お肌の調子良くして体調も整えるっていう感じですね。大事。なんかさ、睡眠取らないと老けやすくなるらしいんですよ。なので、まあ、睡眠取って若々しくピチピチにいたいです。わー、待ってたよ。ありがとう、ありがとうございます。よいしょ。うん、まつげ上げて、いや、これしょあー、あと、あ、ちょっと目標多くなっちゃうんですけど、髪の毛のケアを頑張りたい髪質がなんか悪くなってきた。なんでだろう、乱暴だからかな。なんでだろう、蓄積アイロンとかの。もう今3週間に1回ぐらい美容院に行ってて、言ってるんですけど、うん、ほら何にもしてないと結構ほら
馬の尻尾でしょ、ガサ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 、まあ手は通るんですけど、なんて言うんですかね、なんかなんですかね、枯葉かなんか水分がないみたいな感じ。なのでなんとかすること、はい、この3つ、水分、髪の毛、水分、睡眠、髪の毛、あれ2つ、あ、体調崩さない、この3つで10月頑張りたいと思います。よし、ではランキング読ませていただきます。夜配信できた時には必ずお顔を映しますね D 山さん、ゆうまさん、りちゆさん、ふわふわさん、神鍋さん、超会食速さん、すぐさん、にしたむさん、白いアルパカさん、オクタゴンさん、たかしさん、いけない太陽さん、いちいそらさんです。ありがとうございます。はい、今日夏ブロック最後ということでね、季節ブロックの張り切りたいと思います。気がなく行ってきます。またねー。